今回は、水属性に実装された浴衣アミラについて見ていきます。浴衣アミラの根幹となっているのが、固有バフの効用レベルです。味方全体で20ヒット以上したターンの終了時、効用レベルが1上昇し、さらに、味方全体に弱点属性 10% 追撃を付与します。たった 10% ではありますが、弱点属性追撃を持っているキャラは少ないので、枠が被りにくいのが優秀です。水属性は追撃やら TA 確定キャラが多いので20ヒットは簡単に達成できますし、浴衣アミラ自身も、通常攻撃がランダムにヒットするので攻撃回数を稼ぎやすいです。そして、効用レベルに応じて、TA 確定、攻撃力 30% アップ、通常攻撃の余ダメ 20% アップ、ダメージ上限 10% アップ、ディスペルガードを順番に獲得できます。次に、効用レベルが最大値の5になると、3アビを使えるようになります。性能を見てみると、15回の多段アビダメが発動しつつ、水属性キャラがターン経過なしで通常攻撃を行うことができます。基本的に効用レベルは毎ターン上昇するので、6ターン目には打つことができます。逆に言うと6ターンもかかってしまいますが、これを1ターン目から使えるリミパーシバルが異常なだけです。ですので、1ターンや2ターン程度で終わる戦闘ではなく、もう少し長引くフルオートで特に活躍するでしょう。ちなみに、自分にアビリティ使用負荷効果かける2ターンのデメリットが付与され、これ何のためだろうと思っていたのですが、おそらく黒キリンなどで使い回せないようにするためですよね。また、1アビでは5回の多段アビダメが発動しつつ、スローと水属性防御 20% ダウンデバフを付与することができます。そして、2アビは、自身に1ターンの TA 確定、3ターンのストレングス効果、HP2015 回復しつつ、効用レベルが3以上の時効果が全体化します。ちなみに、得意武器が槍と格闘であり、水属性はゼタやポセイドンなど槍得意キャラが多いので相性抜群です。以上より、浴衣アミラは、中期育成、150Hz ぐらいのフルオートで火力枠として特に輝く性能をしています。後半では、ちょうどいい感じのウィルナス HL フルオートで試してきた動画を流します。それではご覧ください。おのすおいやおなそこ。さあ、共に盛り上げようぞ。かかってきなさい。ついてこられる？水神の加護。突き槍だ。灰になりなさい。裁きを受けよ、散るがいい。くらうすべてよかろう、我が力貸し。そりゃはくらぜ、それくらえ、すうすべて、おもつかしいじ、行こうぜ。受けよ、はぜ、それくらえくらえ、すくらえ、今ってぃ、貴様武器バンガンに勝る。オッケー、私も続く。受けよ、受けよ、はっ、受けよ、はっ、ぜ、ぜ、ぜ、それ、ぜ、それ、うん、す、うん、す、くらえ、す、うすべて。よかろう、我が力、貸し与え。受けよ、そりゃ、受けよ、そりゃ、くら、それ、ぜ、くら、それ、それ、うん、す、うん、くらえ、す、くらえ、うん。観客は多い方が涼やかに夏を彩るぞ。受けよ、ほっ、ぜ、ぜ、それくらえ、くらえ、す、メダル、おい、ネロス、タル、ナン、ゲン、ほっ、受けよ、受けよ、そりゃ、そりゃ、ぜ、くら、ぜ、ぜ、ぜ、くら、くらえ、くらえ、す、す、うん、す、まだじゃ。バス、おぬかく、おう。かかってきなさい。
灰になりなさい。はっ、受けよ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 、はっ、くらってでそれ、うん、くらえくらえ、すうん、さあ共に盛り上げようぞついてこられ、つきありだ。でそれ食らって、うん、食らえ食らえ、水神にひれ伏せ。